お疲れ様です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。どうや、来月のイベントの瀬取り、少し変えるぞ。ああ、アキトも考えていたか。確かに次は、聞き慣れたオーディエンスが多い分、完成度の高い曲を入れた方がいい。よう、アキト、どうや、お疲れさん。お前ら最近毎週イベント出てるな、すげえやる気じゃん。当たり前だろ。ケンさんは俺たちと同じ歳で、これぐらい軽くやってたんだからな。ケンさんのラッドウィーケンドを超えるには、もっと場数を踏まなくてはならないだろう。お前ら昔からそれ言ってるよな。けどま、あの夜を超えるってのは、さすがに無謀だと思うぜ。無謀じゃねえ。それに仮に無謀だとしても関係ねえよ。超えるって決めてるんだ俺たちは。まあまあ落ち着けよ。お前らがかなりできるってことは俺も知ってるさ。だがラッドウィーケンドには及ばねえよ。アキト、お前は生で見てたんだからわかるだろ。あの夜は本当にすごかった。ケンさんもクルーもオーディエンスも全てが最高だった。今日のイベントの何十倍もな。分かってるよ。だからこうして腕磨いてんだろうが。そういやケンさんの娘もラッドウィーケンドを超えたいってずっと言ってるな。なんならお前ら組んでみたらどうだ。白石か。あいつは確かにできる。実力と覚悟があるなら俺は歓迎するさ。本当に実力と覚悟があるならな。組むって私がアンちゃんと？そう、今小羽も思わなかった？一緒に歌うとすっごく気持ちいいって。それはそうだったけど、でも私なんかがアンちゃんと一緒になんて。小羽、私なんかなんて言わないでよ。私小さい頃からイベントやこのお店でいろんな人の歌を聴いてきたよ。その中には歌の上手い人もたくさんいた。でも今日小羽と歌った瞬間が一番ドキドキした。だから小羽と一緒にもっといろんな歌を歌いたいの。ドキドキした？私の歌に？私人前に立つと緊張しちゃうし、アンちゃんに迷惑かけちゃいそうだけど、変われるのかな？やってみてもいいのかな？うん、やろうよ。それに迷惑だっていっぱいかけていいし。え？お互い困った時は助け合うみたいな感じでさ。小羽が困ったら私が助ける。だから私が困ったら小羽が助けてよ。うちの父さんにね、そんな仲間がいたんだ。この町で出会った音楽仲間でずっと一緒に助け合って喧嘩して歌ってたんだって。
引退の時、父さんその仲間と一緒にラッドウィーケンドってイベントをやったの。ラッドウィーケンド？うん、この辺は昔からアーティストが多くて、いろんなイベントをやってたんだけどね。その中でも最高にお客さんを沸かせるアーティストたちを集めて、父さんたちがラッドウィーケンドってイベントを開いたの。みんな音楽ジャンルもバラバラだったんだ。でもどうしようもなく音楽が好きな人たちが集まって、そのイベントがすっごくかっこよかったの。ドキドキしっぱなしで息もできなくて、もう本当に心臓が止まっちゃいそうなくらい。ドキドキ。私も絶対にあんなイベントをやってみたいって思って父さんに言ったの。そしたら、これはこの街で音楽を愛する仲間と出会えたからこそできたイベントなんだ、絶対に自分一人じゃできなかったって。それ聞いて私もここでそんな仲間に出会いたいって思ったの。それでその仲間と最高のイベントを作る、それが私の夢。あんちゃんってやっぱりかっこいい。自分で夢を見つけてまっすぐ進んでて、私やっぱりちょっと熱くなっちゃった。返事はいつでもいいからさ、もしも私とやってもいいって思ってくれたら。やってみたい。え？私もそんなイベントやってみたい。あんちゃんと一緒にやってみたい。本当に？じゃあ一緒に歌ってくれるの？どこまでできるかはわからないけど頑張ってみる。うん、ありがとう、小羽根。どうしよう、やるって言ったけどやっぱりちょっと怖いなって感じるし、でもなんだろう、すごくドキドキする。あんちゃんと一緒に歌っていけるなんて。あ、お客さんだ。ごめん、ちょっと待っててね。いらっしゃい。お、アキトとトウヤか。こんにちは、白石さん。今日もお邪魔するね。いらっしゃい。いつも来てくれてありがとね。じゃあ注文はいつもの。あれ、そっちの子は見ない顔だね。ちょっと怖そうな感じの人たちだな。でもあんちゃんの知り合いみたいだし、そんなことないよね。俺は東雲明人、よろしくね。こっちは相棒の青柳東也。はじめまして、あずさは小羽根です。敬語は使わなくていい。この二人は私と同じ上高の一年なんだよ。二人とも父さんのファンなんだ。バッドドックスって名前で歌ってるから、近くの箱でやる前とか後とかたまにうちに寄ってくるの。白石さんともこの店とも中学の頃からの付き合いだね。中学？ってことは中学の頃からイベントに？すごい。出るだけならそんなにすごくないよ。誰でも出られるからね。そういえば白石さん、いい加減仲間は見つかった？そろそろ誰かと組んだ方がいいんじゃない？本気でラッドウィーケンド越えを目指すんならさ。いいタイミングで聞いてくれるじゃん。実は見つかったんだ。しかもついさっき。さっき？それってもしかして？そう、
小羽が私の相棒。今日一緒に歌ってみてわかったの。白石さんがそう言うってことはかなり歌えるのかな。あずさわさん、今までどこでやってたの？いえ、まだイベントに出たこともなくって、音楽の授業くらいでしか歌ったことが。イベントの経験ないんだ。それであんなに歌えるなんてすごいよ、小羽。へえ。人前だってきっとすぐ慣れるって。そしたらアキトたちにだって絶対負けないよ。じゃあさ、ちょっと提案なんだけど、二人ともイベントに出てみない？え？まだいけるんじゃないか。頑張ってみる。くしゃくしゃになった。いいだろ、ここからだ。いいね、絶好調じゃん。簡単な想像に日々を使っている。単調な風景にふと眠くなって、回送列車に揺られ動いている。看板の照明がまだまだ楽しいんだろ。私ももっと歌いたい。目を落とした先で笑っていた。通りを抜けて路地裏の方で屈託もなく笑っていた。満足するのは早いぞ。映画の上映は分かってる。遠い終わってる。蓄積の記憶がやけに響くから、できれば遠くに行かないで。まだ余力ありそうだな。できるなら今度貸し切らなきゃね。構わないで、ないで、離れていて。あつれきにキュンと目をつぶって、お手並み拝見。ないで、ないで、話をして。じゃあ見てな。窓越しにじっと目を合わせて。眠らないで、ないで、今のところは順調か。言葉にして照らした光に目を留めて。笑わないで、ないで、君に咲いた執着。もっとできることが。やりたいようにね。フォローからしてやる。すごいね、緊張してないなんて。必要な練習はしてきたからな。流行りのスイーツ、ここは誘惑が多いな。
重をキープできてるし、調子を落としたくないし、やっぱり我慢しよう。